行ってくる。ダメだ、お前は残れ。違う、指をくわえて見てろって言うんじゃない。お前に何ができるか考えるんだ。そうだ、俺の目は節穴じゃねえ。長老がどうしてナコルルの従者にお前を選んだのか、そこには必ず意味がある。だから考えるんだよ、ナコルルを死なせないために。あいつが犠牲になって救われた世界になんて住みたくねえだろ。マナリ、どうしたんだお前。ナコルル、やっぱり行っちゃったんでしょ。でもヤンタムーなら必ず連れ戻しに行くと思って。ああ、一回失敗しちまったけど、今度は容赦しねえ。ナコーがワメコーがとっ捕まえてくる。必ず一緒に帰ってきて。じゃないと私。私、ヤンタムに言いたいことが言えなくなっちゃう。ナコルルがいなくなってからそれを言ったらずるい子になっちゃう。だから絶対に二人で生きて戻ってきて。そしたら私ちゃんと言うから、ヤンタムに聞いてほしいこと言うから。わかった。走って追いかけるからさ、きっと汗かくだろ。汗拭きにと思って。ひどい。後で返すよ、必ずな。ヤンタム、大好き。そうか、あの子は優しすぎた。巫女には向かなかったのかもしれんな。あの子は孫も同然と思うてきた。助けたいのは山々なれど、我々ぼんぴゃくでは間には勝てん。
だがたった一つだけ方策があるやもしれん。本当ですか？ミカトよ、お前はナコルルからミコの歌のかけらを教わっておろう。何？教わっておらんのか？ナコルル、そこまでしてミカトを、全てを一人で背負い込む気だったのか。長老様、何ですか、巫女の歌って。以前、帝がわしに聞きに来たではないか。教えてほしいと。わしはその時、軽々しく歌ってはならんと忠告した覚えがある。だからてっきり。うん、代々正当なる巫女だけに受け継がれる歌じゃ。ナコルルもまた先代の巫女である母親から教わった。教えてください長老様、あの歌でどうやってナコルルを救うんです？正当なる巫女があの歌の真実を導いた。王と父牛は真のカムイの力を宿す。そして全ての魔を断ち切る。口伝じゃ。あの歌の歌詞にはな、実は一部分だけ長い年月のうちに伝承され損なったところがある。され損なった？巫女の間にも伝わってないんですか？うん、なのでどの巫女も自分の人生の中でその歌詞を探し求める。だが結局誰も見つけていないらしい。もしも歌詞がカムイの目にかなったと、その者は真の巫女として目覚め、宝刀父牛によって全ての魔を滅ぼすというが、かつてどの巫女も父牛の真の力を発現させておらん。すなわち歌詞が見つかっていない証拠。ナコルもまた近い。もしもそれを見出し父牛にカムイの力を宿せれば、ナコルルは救われるかもしれん。でもどうやって歌詞を探したら。ああ、それはもっと人間とカムイとの距離が近かった。
うよ、ミカト。諦めてたら何も始まらない。とにかくぶつかってみろよって昔私に言ってくれた人がいたの。それは誰でしょう。ニコの歌探そう。一度は歌を捨てたけど、また歌う理由ができたから。私ナコルルを助けたい。ミカトの言う通り、歌のかけらが散らばっておるやもしれん。カムイコタンの民、すべての協力を仰ぐのじゃ。ナコルルを死なせてはならん。はい。ナコルル、お前はすべてを一人で背負いすぎた。優しすぎることは罪だ。自らを苦しめることは辛かろう。やはりお前もお前の母同様、巫女には向いていなかったな。酷なことをしてしまった。すまぬ。ナコルルが持つ優しさ、そしてナコルルが持てなかった優しさに押しつぶされぬ強さ、この二つを合わせ持った巫女、すなわちカムイに選ばれる真の巫女が現れるのはいつのことか。ミカトよ、お前は何を見る。己の道の先に何を。
ルと一緒に無事に帰ってきてね。約束だよ。私も一緒に行きたい。だけど姉様は連れて行ってくれなかった。姉様は私のためを思って行ってくれたんだろうけどさ、結局足手まといだからついてくるなってことなんだよね。仕方ないよ。私の剣の腕なんて笑っちゃうぐらい未熟だから。魔と戦ってもきっと姉様の足を引っ張っちゃうだろうし。私さ、いつも姉様みたいになりたいって思ってた。大好きな姉様の役に立ちたいって。だけど私は決してカムイコタンの巫女にはなれないんだ。どんなに頑張ってもね。だからせめて姉様を助けられるようになりたいって思った。そのために必死に頑張ってきた。なのにいざという時に姉様の力になれないなんて。こんなことなら私死んだ方がマシだよ。ミカト、このカムイコタンを守ること、姉様の帰ってくる場所を守ること、うるさいわね。あんたが私に指図するなんて3000年早いのよ。私に生意気なこと言った罰だよ。ふん。覚えときなさい。まだお仕置きは終わってないんだからね。続きは帰ってきてからたっぷりとしてやるんだから。
ってこられるおまじないだよ。修行の旅の途中で教わったの。絶対に無事に帰ってきてね。ありがとう。なんでもない。行って、姉様のところへ。